っていきまーす。意外とうまそうでしょ。チュートリアルが消えたんだけど、アート味こっからチュート、あーなるほどね、こっから俺の無限の可能性にかかってるわけだ。頑張ろうなハーレム学園。じゃあやってくぜ。いや序盤の方に研究買うのありなのかな。いやなしでしょ、いやなしでしょ。はっ、ない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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、何言ってつった。はっ、待って待って、ストップ、一回ストップ。回復までの9回90日ありえないよ、それオアだから。待って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 、それは GG なんだけど。医務室は？は？終わったよマジで。俺もう借金するわこれ。うちのセンターが潰れてたらったら借金するしかないでしょ。ローンあんじゃん、ローン。まあこんなもんだったらいけるから、ちょっと50貸して。依頼お願い。これで、おお、キャ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 、はい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 、9、間違えたー。ちょっと待って、休憩室作っちゃった。ちょっとお金貸して。で6ヶ月でたっいや行こう。これどんぐらい時間かかんの？うちの看板娘が怪我をしちゃったんだけど。研究があともうちょっとか。スペシャルイベントちょっとやってみない？どう？スペシャルイベントでお金がっつりいかん？ねえ、シングル5枚以上なんだ。なるほど、アイドルの道は険しいな。これ正解は借金してシングル作りまくるじゃない。今は別に資金あるじゃん、もう資金これ作るわ俺。いや俺なんかそうしないとファンが増えないわ。結局これ出し続けた方がいい。どうしようどうしよう、タイトルどうしよう。ジャンルがヒップホップダンスポップス、歌詞反抗があるじゃん。そうだ、うっついわでいこう。でデジタル配信のポップス反抗キュートなんだよね、振り付けが。マジで不思議、意味がわからん。それはマニア向けになるわ。とりあえずこれでいこう。なりかちゃんも復帰したしね、行ってください、よろしくします。行けます。よっしゃこれでいこう。終了。はい来た。待てよ、発売する前にファンに振るわ。少し待て。うわー、借金つや売れてほしいな。発売、おお、521も売れんの？ 521？ え、そんな売れるの？作りとくやん。599人もファンが増えた。うっそー。待って待って、すぐ次。いやでもこんなんパンパン出したらなんかとかありそうじゃないこのゲーム。いやでも結局時間はかかる。しかも俺たちはもう火の車なんだ。作るしかねえ。どんどん行こう、こんなもんは。幸せ。750までいきます。1000は高望みしすぎ。あと心で破産しちゃう。バカでけえ案件来ねえかな、オファーから。オファーからバカでけえ案件が来ないとやばい。かなり博打になってる。博打すぎるでしょこれ。あともうちょっとだ。あともうちょっとで借金が返せる。あと4日で終わりだ、俺たちのアイドル生活は。オファー頼む、高いの来い、高いの来い、マジで高いの来てくんないと終わり。お願い、マジでお願い。おお、悪くない、42ポイント?これやったらどうなんの?いや、ちょっと死んでもらうしかない。これはちょっと一回、事務所のために死んでもらおう。事件とか起きないでしょ。いけ。オッケー。で、一回止める。すぐ止める。オッケー、めっちゃプラスだったぞ、お前のおかげで。
スタミナゼロ。うわーうわー、よく耐え切ったこれ。よく耐えたよ。よし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 。あーギリギリだよ。ギリギリだった。あぶねー、マジであぶねー。どんだけギリギリなの。ちょっと今食いつなかったことによってどうなってるか見てみる。給料によって、なんで満足度ゼロなのこれ。あー、増やしてあげるか、しょうがねえ。こんだけな。ネット番組を開始するだって、ちょっと待って、これ大切じゃない？週予算こんなもんで始められんの？じゃあ始めるべきやん。底辺の生き方 TV。 行こう。さて、新しい子、やーっと言えねえわ。いや、でもね、一匹もらうわ。ここで一匹もらいに行く。やった、でけえ、来た、初めてのオーディションだ。ゴールドください、お願いします。ゴールドくれたらマジで嬉しい。何パーセントとかやった？ 1% とか言ってなかった？これ全部いけんの？なのね、うちロン毛の子がいないんだよね。うちロン毛の子がいないからロン毛いくわ。かわいい、ニコニコしてる子っていうよね。いやまあお前はでもダメだ。恋愛関係を持たない、嘘つくな。恋愛しかせん顔してんが。12歳、うちセクシー事務所なんだが、男受け狙いの。でも70点だよ、強ない？やっぱこのデブとは違えんだよ。50点。うわー、もう明らかに決まってしまったな。一人で番組を持つと能力アップ、やばい、大当たりすぎる。小麦ちゃん行こう、うちにおいで。いや、一匹でよくねえか？他ちょっと怖くねえ？アイドル23は、23始まりはなかなか辛いものだからな。この二人だと思うんだけど。えっ！頑張ります！いやいやいや、小麦がゲットできただけでいい。やべえ、ちょっと待って、小麦ちゃんかわいい。よろしく。ここか。ここか。おお、小麦ちゃん働くな。小麦ちゃんいい子だな。ドン。は？小麦ちゃんはいい子。小麦ちゃん本当にいい子なの。小麦ちゃんレッスンもするかい？小麦ちゃんのね、お仕事も取ってきてあげるから待ってるんだよ。小麦ちゃんだけは絶対に怪我させん。でもシングル出そう。シングルを出しまーす。うえ。メタルさっき取った、うえ、メタルが来てる。メタルは俺育ててるぞ。人気上昇中、きたー。メタルって俺ツメツメツメしか知らねえやん。あれって、あれってメタル。可愛さも残しとこう。これとんでもない社会現象が起きるかもしれない。うわー、これは俺も5000枚いっていいと思う。いや俺5000枚いこう。どうやって制作機集めんだ。いや、小麦ちゃんに働かせよう。よっしゃー、もうすぐにでも行こう。マジでやべえ、こんな出会いあっていいの？絶対に幸せにしよう。さて、まあファンも少しずつ増やしていかないといけないよな。1000枚超えるためにはさ、お金こんなに余裕ができる時期が来るとはな。俺になんか感動だな。どうした？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 あなたが部屋をしていると小麦ちゃんが訪ねてきた。何かを言ってるが、あっちで声が小さくて聞こえない。もっと大きな声で言ってくれるが、ちょっと威圧感がある。すると目の前まで来て再び口を開く。すいません。だよ、全然問題ないよ。俺の耳がちょっと今おかしかったね。なんちゅうの節があってね。何も小麦ちゃん悪くないんだよ。連日の公演で声かかれちゃって大きな声出さないんだよ。そんないくらでも医療費だって出そう。私ちょっと入ったらちょっと想像以上に大変で、晴れ幕がいつもこん
今忙しいだけ、たまたま。ありがとうございます。おーい、あげる。今日は歌え、金のためだ。コンサートでしょ。テレビ番組を開始するといいのか。テレビ番組に行きましょう。ゲーム、12歳のゲーム紹介。うわあ、すっごいな。高っ、高いな。インターネットから始めようか。インターネットから始めよう。すげえ、一人で番組持つ能力アップ、マジですごそうだな。幼女の、幼女のゲーム紹介なんだ。幼女の、幼女のプレイ動画、やば。幼女のプレイ日記ね。よっしゃ、これでいこう。ちょ、 CD 発売が近いから、そろそろファンを少しずつ増やさないといけない。来たんじゃない、小麦ちゃんとソロ番組、幼女のプレイ日記発表ドン。さすが、さすが男性のマニア10代がめちゃめちゃ多い。いやー、スタート順調すぎる。全然いい、全然いい。なんで 10% コンセプト。どんぐらいで入れればいいんだろう、これ。サンデーナイトライトも結構、収益めっちゃ上がってきてる。いいね。もうちょっと長くやろうぜ。希望聞いとこう。コンサートでセンターに入った。あー、これ聞いといてよかった。あともうちょっとコンサートする気だったんだよな。次の CD 入れたらコンサートするぞ、俺たち。こいつらの希望を聞いとくなんて。おえー、それは聞けねえ。そうなんだ。それは無理なんだ。不可能なんだ。やばいなー、ラジオ番組一回、これ一回止めるとかできないの。きついんだけど結構。ちょっと待って、クール終わりに番組終了って4月やん、長っ。いやでもこれはもう終わりにしよう。ダメだ、これ終わり。メンバー変更、確かにメンバー変更できたらいいね。出演者、これ変えちゃえばいいじゃん。サンデーナイトナイト、ちょっと、わかった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 、俺理解した。サンデーナイトナイトを番組専任の、どう？やばい番組やん。マジで。やば番組なんだけど。ソロ番組が始まるんだけど。いきなり。これ、ちょっと行こう。これでしばらく行こう。せっかく終わるから、あいつにちょっと繋いでもらおう。給料を上げる？ちょっと見直してやるがしょうがねえな。どんぐらい上げりゃ満足するんだろう。じゃあ一回本当に満足させるぐらい上げてみよっかな。お前食いすぎだよ。無理だよ、それは。それは無理。じゃあここのエース2人はじゃあ満足いくぐらい上げてみようかな。なんかイベントとか起きるようになるかもしんないしな。たっか。た、ウェーイ、もう 0% ならもう関係ない、変わんねえよ。こうでも 0% なら0で元から。おいおい、どうしたどうした。あらまー、練習前のストレッチから、ストレッチ1時間がかかる？無理ね。そういえば年齢が23とかどうとか言ってたな。そうだよね。はい。他の子も使える、これは悩ましいな。他の人にそんなに役に立つんだったら入れてもいいよ。そのああ、俺のために。素晴らしい、いい関係になりました。サブストーリーも進めちゃう。
はい、そこまで今日も頑張ってね。あー、お前のストーリーか。基礎練習ばかりですけど本当に意味あるでしょうか。めっちゃ笑った後、何笑っとんねんお前。何高らかに笑っとんねん。お前めちゃめちゃ回ってんだぞ今。23歳にてアイドル始めてさ、体がギシギシいてって言ってんのじゃ。ハハハハちゃうわ。でも経験だって私は全然、いやもうまあ完全にバット入っちゃってる、かわいそう。何言われても、いや私はそれよ。いけます、いけます、ナイス。よっしゃよっしゃ。なってきた、普通になんか好きになってきた。恥ずかしがることは何もないぞ。かわいい、けなげ、よく頑張ってる。給料上げる。高かったんだよこいつな。体ギチギチなのはさ、ちゃんと柔らかくする器具がさ、プロデューサー、どんだけ投資したと思ってんねん。給料後回しや。なんかセンターとかやってる子よりこういう子を狙った方が落ちそう。アタックしてみよっかな。え、ダンスレベル上がったって。おお、指導のレベルも上がったって。これめっちゃプラスなんじゃない。なかなか怪我をしないいい環境になってきたな。どうした、どうした、ここか。目隠し脚立の風船割れるかなというチャレンジで動画撮影し転んで怪我をしてしまった。こんな回収ある、言った途端に早すぎんか。怪我をしないいい環境になってきたなー。ドン、怪我。ここかは、恥をさらしたくないと動画を投稿しなかったが、あざをつけて人前出るうちに家庭内暴力を受けてるんだよ。で、憶測が飛んでしまった。いやー、ちょっと意思を曲げたくはねえなー。公開するとさすがにちょっと逆が過ぎるんだよな。かわいそうだからこれにしてあげよう。あ、正解だったっぽい。めちゃめちゃ人気になってた世界線あったから終了します。めっちゃ人気、転んであったのかな。お前の希望聞いてやるよ。あー、なんていう切実だ。あー、好きだ。ちょっと待って、あー、みんなセンターになりたい、センターになりたいって言ってたね。熱になれればいいっていう、くぅ、なんていい子なんだ。いい子すぎる、マジで泣ける。待って、主人公はここからじゃないか。決めた、オーディションをします。オーディションします。ジーンを増やす。ちょっとガチャしたくなってきた。いくぜ、プラチナ 1%。 すごすぎ、